で、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、体をちょっと横向くというか、はい、どう？続けろ。一番力を入れずに相手の力を利用してスッと崩す、倒すというより崩す。そう、力なくスッと崩していくのが一番いいポイントになる崩し方。そう、ぐーっと場所使った相撲みたいな風になる。それはその場でソーンと崩すのが、その力づくで投げるようなのは全然意味がないんだ。要は崩して膝蹴りにつなげれるような崩し方。そっからそう。はい。お前それ相撲だ。まあでもそうなるわな。まあ行けよ。オッケー、よし、まっすぐ行こう。